やっほー、おしめ、やっほー、マサこんにちは。岸さん、こんばんは。いきひ、おやすみ。ちょ、マジ遅くなっちゃった。1時、1時47分。投票、あ、テロップしよう。やったー、ちょ、寒っ。ラッピー、こんばんは。クークーク、こんばんは。モリモリタ、ヤッホー、赤ちゃん。クロさん、こんばんは。ショータ、ヤッホー、ヤッホー。トムキ、ヤッホー、トムキ。今日、ラーリー、こんばんは。ほんとにこんな、2時みたいな感じになっちゃってて。ごめんね。やばい、2時か。みたいな感じで。え、そこにね。これにしよう。ショールームサンルームでのリーマさんイベントの告知わかりやすかった。そうでしょ？そうでしょとか言って。なんかさ、ツイッターはさ、しおりのツイッターをさ、見てくれてる人がさ、見るじゃん。見てくれてる人が。別にさ、こうリストとか入れてなかったり、別に、見ない人はさ、流れちゃうけどさ、ショールームはさ、フォローしてくれてる人がさ、もう強制的に通知が来るじゃん。それを利用して、しかもそのショールームユーザーの、ショールームをこのフォローしてくれてる人の方が、イベント、に参加してもらえる確率は高いし、だからショールームで言うより私はファンルームで言った方がすぐに力になると思って、思ってるよ。しかもさあ、もう今日1日目からすごいいいスタートだし、皆さんこのままね、最後まで、リマさんのね、応援をしてくれたら嬉しいしね、そう、配信をしてもね、見ちゃうんやけど、ね、少量資産家で、応援してくれたら嬉しいなって思ってて見ちゃう。よっ、ほえー、これね、みんなで線香花火しようって私やってもらったんだよね。これ線香花火の絵を描かないといけないね。かわいいな、かわいいね。ポコバちゃん、やっほー。海行きたい。海いいね。海か、海さ、しゅうさ、あれなんだよね、トカゲ、トカゲじゃん、トカゲや、トカゲじゃん、クラゲにさ、当たって、赤くなっちゃうね。1回目の配信でしおちゃん映り込んでるのも可愛かった。あ、そう、映り込み OK みたいな感じだからさ、メンバー。ちょうどその時にいたほのかちゃんとしおりと、ゆみちゃん、行くよっつって。ついに行った。なんか、実はほのかちゃんもそのグラビア活動の方のことで、参加してるんですよ。ショールームイベントとか他にもなんか1日に1回投票するやつとかいろいろ参加してるんだけど、なんかその一つでなんか結構ほのかちゃん長期なんだけど、期間がショールームイベントも実はやってて、なんかその全然仕組みが分かってなかったんだってずっと。でなんかその昨日なんかツイートしてたみたいなんだけど、ほのかちゃんが本当にわかんないからどうしようってなんかなってたらしいから、それ連絡して今日教えるよって言って、今日ね、ほのかちゃんと集まってショールームについて の伝授をしてたね。した伝授しちゃったけで、きっと今日でほのかちゃんをちょっと詳しくしたね。感じでした。あ、うんちかな、落書き写メ届きました。今週のようなね、うんち眺めたからも、あの日か、特別な日だね。本当にさ、あの日にさ、あんな柄のさ服着て
申し訳なかった。最近書いてくれてるかわかんないけど、ちょっと好意的に見てない、見てないというか、あの開いてないから、もしかしたらごめん。シャチプこんばんざい。やー、てりんちゃんどう、腕の調子はどうですか。かっちゃんやっほー、腰痛い。それヘルニアですね。しゅうさん腰痛いってさ言う人に、みんなに君ヘルニアだよって言うのが好き。そう、しゅうヘルニアだからね、仲間にしたいんだよね。マジ最近全然痛くないんだよね。いや本当にヘルニアになってもどんぐらい経つのかもわかんない、2年くらい経つのかんないけど、本当にもう最初に痛すぎてヤマトとか声かれるまでとか、新月とか出れなくて、もう NG だったの。出演 NG、 出演 NG 曲が何個かあってってくらいマジで腰痛ばあちゃん、歩けない、もうライブ終わった後に倒れて歩けないとかめっちゃあったんだけども、最近もうこう、もうヘルニアじゃないんだよね多分、もう治った感知しないというか絶対治ったってぐらいマジで痛くない。これもそれは天才ってことなんだよね。だから、まあ、かっちゃん腰痛いってことヘルニアだよ。だからせあのあれにお医者さんに行ってみてもらった方がでもマジでレントゲン撮ってね、どこの部分がねどう悪いとかね知った方がいいかもしれない。お医者さんに行くことをおすすめする。浴衣コキトリオ可愛いでしょ、マジ可愛い、可愛いね今日ねバンザイジャパンのねメンバーミーティングっていう、この2ヶ月に1回ぐらいのね頻度で行われるね、こう意見交換会というか、意識だし意識確かめ合い大会というか、なんかとか今後のことについて話し合ったり、なんかいろんなことをする機会が今日あったんだけどね、すごい本当にいい時間だった。なんかさ、このバンザイジャパンってさ人数が多いからさ、意識を一つにさして高め合っていくのってすごい大変だなって思うんだけど、それについて今日はねみんなで話し合ったりねして、すごいいい充実したというか、いい時間だった。急に真面目に語るけど本当にで、こんなにさ大人数のさ、しかもいろんな地域からさ、いろんな年齢、いろんなさ人が集まっててさ、こんなに長くさっちゃグループがさこう続いていってるグループって本当にいいグループだなって思うんだよね。本当にすごいこうメンバーも運営もやっぱりさ、加入期とかもあるじゃん。一番下のほのかちゃんからめいさんまで7年とかさ、絶対にさその時間の差はあるけどさ、それを感じさせないことは難しいかもしれないけど、お互いにこうさより合ってやっていくって本当にすごいと思うし、マジで先輩が優しいんすよね、バンザイジャパンって。今日もそれもまた改めて認識できてすごく良かった、よかった。全員泣いてた。今日少女も5リットルぐらい泣いた5リットルぐらいマジで泣いた。いろんな感情がわーみやびやっほー、じじじやっほー、じじじじじじ、本当にあんたの推しメンはすごい偉大だから、めいさんねマジ偉大、あんないい人いないよ、本当にない、すげえっす。マジこんなさ大人数のにグループの頭っていうかさヤクザみたいなんだけどさ、すごいよね、本当にすごいし、絶対無理、絶対に無理だよマジ、すげえっす。背骨の一番上が圧迫するされてる、え、絶対それ体異常あるよ絶対的に病院に行くことを おすすめしたい。分かってて書いてないので大丈夫です、大丈夫か、いやありがとう、分かってくれてるんだろうなってちょっと思ってたりしたんだけど多分分かってるんだろうなーって。今のところ反応ないのか、鈍感で気づいてないのか分からん。え、今のとこないならば、まあ今日も京都で舌が痛い、え
楽しそうなミーティングだね。ぜひミーティングの様子を動画配信え、なんかね、正直言うとね、実は話してる内容についてはすごいみんなで楽しいなって思う。ミーティングは楽しいなって思うこととか、すごいあなんて素敵なんだって思うこともあれば、辛いことの話とかもいろいろあるからね、本当にね、もう情緒がね、情緒がって感じなんだけど、いいグループ、本当にね、いいグループなんだよね。ねえ。うむうむ。うむうむうむ。しかも、マッサーのおしみのアリちゃんも本当にいい子。そう。全員でね、思ってることをね、ぶつけ合ったりするんだけど、今日、アリちゃんの発言処理はすごくいいなと思いました。すごくグッときたから、マジでマッサー愛理ちゃんを自信を持って押してほしい。優しさは伝統として継承されるんかもね。めっちゃ本当にね、すごい、本当にすごいだってさ、普通さ7年とかやってきてさ、最近入ってきた子、しかもさ、バンジージャパンってさ、すっごくさ、悪い言い方っていうか、めちゃくちゃさ、ストレートに言えばさ、ポジションをさ奪い合うという、そういうところもあるじゃないですか。なのにそうやって本当に分け隔てなくとは言わないけど、うわすごい心の大きな先輩たち、その背中を見てね、私たちも育っていきますので。つかどんやっほー、来たよ、ありがとう、来てくれて。でそう、今日さ、遠征、9月ってマジ遠征多すぎまるって感じなんだけどさ、今日遠征のさ日程をまとめたツイートをしてみたので、もしよかったら見てください。めっちゃある、4回くらいあるけど、まだ2回分くらいは詳細がね出ておらんけどね、まあそのうち出るかなみたいな感じなんだけどって感じでーす。ちひろだ、やっほやっほん。素敵なグループだよね、 BJ 好きなの、本当に。でもね、今日はね、ちょっと、キさんまた今度お会いしたら話したいことができました。ラプンツェル、やっほこんばんは、しおりんの声だよ、癒しよ、マジで。でも今さ、ちゃんとイヤホンね、つけちゃうよ、声だからさ、しおり喋ったりするとさ、うるさいかもしれんけど、個人的にはBJ のことも大事だけど、しおりのお体うがついちゃう、丁寧、無理はしないでほしい、ゆっくり休んでしおりのペース頑張ってね、ありがとう、今日もお疲れ様、偉いじゃん。ちょっとそう、今日もちょっと治療をしてきましたあ、しあさってまでちょっといろいろ治療しながら頑張っていくっていうこと、本当に私はね、体がね、激弱すぎて本当にやみそうなんだけどね、あれですよ、グループに対してのモチベが下がったとかではないので、そういう面に関して私は心配かけたくないんですよね。そのなんて言うんだろう、モチベ下がっちゃったとか、いて、そういうことは絶対ないのでね、心配しないで、病んだりはするけど、そういうことはないので、ね、安心してほしいなーって思う。思ってるよ。で、ちょっとそう、今、SNS もちょっと、もういつもあんなに SNS おばさんの私が、ちょっと今、わざとあえてね、見ないようにしたりしてるんですが、9日までが治療ということで、10日からはね、10日はもう多分、顔出し配信をするだろうし、そこからもショールームじゃないわ、ツイッターも、よいしょ、活動的にしようかなって今、寝転がりました。今ね、ズボン履き替えてたんだよね、話しながら。なんてこったい。ペースが戻ってきたらそのうち、ありがとう、遠くからがいいな。しっかりさ、指定すんだよ。俺は胸を張って、しおちぽよをしてる。よろしく、これからも。まんじー
え、マジでよろしくね。なんかそりゃあの裏切らないからこまじ主催生誕ありがとうございました。あ、くーちゃんくーちゃんおめでとう今日さ、そうミーティングだったんだけどさ、隣にずっとくーちゃんいて面白かったよ。いのりん、そうあのさ、ラブバイさ、うちらさ1曲目のさトイレメンバーだったからさ、そのセンターにくーちゃん推しの人がいるかなっつって、あのトイレメンで見てたら全然いねえじゃんっつってそしたらあのカメラっていうか撮影エリアで、あそっちねみたいな感じでだったよーん。こういうやりとりがあって面白かったから報告じゃあちょっと失礼ながら、ね、転がりながら配信をしている。ひなたたた、やっほーこんばんざい、やっほーこん、そんなことないよ、しちゅうにの声大好きだからありがとうでも嬉しかった、今日さ DM くれたじゃん。全然普段 DM 送らないのにさ、嬉しかった。なんか嬉しいと思った、思ってみたよん。みよちやっほー、え、なんだろう、早く何、あ、よし、いいことかちょっとわかんない今日もショック、パディシオリンの良さを熱弁した話、マジどんなこと言ったの、ちょっと再現してもらって。10日了解、そう10日から普通に戻る、ちょっとそこまではちょっといろいろとあの休めたいなーって思ってます。1981日、ほんとだ、イエーイ。そう、あの後でまたあのリマさんがあの今日の予定みたいな、あのショールームの今日っていうか7日分配信予定をツイートしたら、またそれを共有しますので、みんなもツイート見てると思うけど、まあ、一応ねファンルームまた流しますので、お願いします。一人のお得ですが、これからもこれからもどうぞよろしくね。職場でBJ のこと話すときはシェルのことばっかりだから、よかったよんよかったよん。おじさんこんばんは、やっほー、こんばんは、やっほー、しおり、あ、Pだ、やっほーポーズできないねしおりだよ、しおり、しおりほら久々の撮影可能だからさ、あとサプライズ兼ねて隠れてようと隠れてない、え、全然だよ。だってね、正直ね、イノリンがね、池袋、うちらさ、いつもさ、待ち合わせしてさ、会場まで行くんだけど、それまでの時間でみんなでイノリン目撃してるから。だからさ、サプライズさ、登場してくれたんだけど、みんな知ってたっていう話。しずさん、こんばんざい。このお写真、たまらん。かわいいだろ？やっほー、さひちゃん。マジでかわいい、マジでいい、マジかわいい、マジ同期かわいすぎてくさかわいい。塩だらとしてリマちゃんのショールームできるかぎ、え、マジ嬉しい嬉しい。なんかさ、なんかなんていうの、こう、あのさ、今さリマさんがさ参加してるさショールームイベントとかもさ、あの神奈川県のってさあるじゃん、なんかそういうのもさ、バンザイジャパンのさ特性っていうかさ、を生かしたというかさ、そのなんていうんだろうか、すごいいいじゃん、神奈川県の伝道師としてさ、その挑んでる感じがすごくさ、え、素敵って思うしさ、リマさんさっきさずっと配信見てたけど、マジでさ歌ってたんだけどさ、声好きすぎて、え、これ無線で聞いていいのみたいなさ、あの歌って思ったでさ、あとさ貢献ランキングと結構見てるんだけどさ、しおり推しさんの人がいるとすごい嬉しい。なんかなんて言うんだろう、参加してるのはさ港リマさんだけどさ、バンザイジャパンのさ全員のオタクでさ、みんなでさ応援したいよね。なんかせっかく大人数のさ良さをさ生かしていこうみたいな感じでって感じ。嬉しい、みんな応援してね、リマさんのこと。だからあの全然リマさんのアバターに来てもらってって感じで、とにかく可愛いし自分にとっての原動力であること、シュウリンは
生で見ると1億倍可愛いって話。マジ嬉しいです。生がいいみたいな、ってかビールかって感じで嬉しいよあとはシネマグラス聞けないもんね、今拾えてないでしょまだ早くさ泣かしたい、見てもらって調子いいなら先生も調子いい。でもね、まあ、確かにね、こうライブもちょうどさ、ライブも休み期間だ。マジでね、ちょっとね、心は、ね、安らぐなって正直思った。でもさ、ショールームさ、ショールームじゃねえ、ツイッターすごい好きだからさ、まあ、ちょっと寂しいと思うけど、なんかなんていうの、自分の落ち着ける時間みたいなのが作れてね、いいか、たまにはいいなと思った。あ、うんちの T シャツも売ってないっぽい。東京はうんち好き。あ、そうなの。え、なんかもっと売れる商品あっただろうみたいなドンキさんよそんなにさ人気なんて思う方、さっきまで寝てたクソ野郎なので、イベント組も推しの配信を見逃した、クソ野郎。でもまだ全然時間あるから、これから応援してくださいあと1週間ぐらいでしょ多分、だから結構長い。でもね、ジャニーマさん気合入ってるから。 K さんのヤッホー、 K さん KKK かーいかいかいかーいかいかい。歌聞き逃した。リマちゃんの様子めっちゃいいね、たまに聞けるけど。え、めっちゃいい、初めて聞いた。なんかさ、結構メンバーのさ、ショールームちょいちょい見たりするんだけどさ、こう最初から最後までいることなくてさ、もう5分ぐらいでこう次のルーム行っちゃったりさするんだけど、今日マジでリムさんの聞いて、なんこの歌を聴けるこのコンテンツに感謝みたいな、すげーって思ったマジで癒されるね。泣かせてください、ここの全部見られると思います、本当に。でもさ、逆にさ、こうこれからさ、どんぐらいさ、シノグラフを聴けない人としてさ、なんとかなっちゃった、聞けない世界記録をさ、出すっていうのと、ギネス、シネマグラフ拾えないオタクっていうギネス、どう？ワイシャツはあったんだけど、もう夏のクリアランスセール始まってた。へえ、早くうちになりたいって、それな。結構探したんだね、じゃあ。そんなさ人気な商品になるとは思わなかった、みんな商品ね。でもまあ、なんかでも自分のプロモーションとしてはもっとちゃんと活動的にした方がいいんじゃろうかって思うけど、とか思ったり自分のさ強みだと思ってるからさ、ショールームとか SNS がそれを止めてしまってるのは今痛いなと思うけど、まあ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 、そういう時もありますみたいな。ミラーボールが回ってクラッカー飛びまくる中で聞くお休みは新鮮でしたね。めっちゃ良かった。なんかウェザーなんとか歌ってる、すごい後半からみたいな、最後30秒ぐらい歌ってそこからちょっと10何分間ぐらい帰りながらね、今日は1時ぐらいに帰った、1時前ぐらいにね落ち帰った。いやでさ、いいよねミラーボール、なんかすげーって思う。でもそう、みんなでくれぐらいもね、ポイントはアイテム投げるときはね10連打でお願いしますね。 1.2 倍になりますのでね、ポイントがお願いしますとか言って、しおりん誕生日に新作も買うし、囲みチェキ、しおりんコメント、しおりんチェキ複数枚買う予定なんですが、ラクジラクダです、ラクカキサメも買う予定なのでよろしくお願いします。おー、いいね、決まっちゃうんや、いいね、いいね。かわいい。もうその予定を立てて。かわいい。なんかそれのギネス、確かにね。生で来たかったのに、ケイズに天国に旅立ったら一生後悔する、それなって。ケイズに死ぬってこと？それはつらいね。ライブついでのうんち、よかった、うんち探しついでのライブじゃなくて。なんちゃって。おやすみ、おやすみ、ピーちゃん。
今日ポーズできなかったから今度また顔で出てた時にある。駅でみんな見た時はやばいと思ったけど、やっぱりそうだよ、うちらにめっちゃね、うちらの中では、あ、祈りがいるってなってた。やっほーって。確かに栞里さんは SNS 強めでまたバリバリ頑張る、強いっていうかもうなんて言うんだろう、習慣まあ多いなって思う。マジでさ、栞里のさ通知取ってくれてる人にはもうごめんねって思う、うるさすぎて。マジでうるさいと思う。1日10個以上ツイートしてるし、普通にめっちゃ他人語だバレた。充電器がいいね、いいこと言う。あと3日ぐらい。夜お眠になる人にギフトの投げ方、誰よりお眠になる人って言ってみて。誰か、ラプンツェルの誕生日俺も行きたい、ニヤニヤしてるの見たいってよ。いないのって言ってるよ2人誕生日まあまあ近いんだね。まあまあ1ヶ月ぐらい。うんちとしおり、あ、ギリしおり、あ、よかった、まあよかったわ。15日ね、立ててないかもしれん。遅い時間ならいけるの？出てないかも、まだ。出てないかもっていうか、出てない気がする。結構、出ちゃうライブの方がね、少ないかもね。ペカッタバル、こんばんは。ペカッタ！まあ、修理の思い出に残るのはシネマグラフ。聞けなくてもいいかって。どんな考え方やねん。しおりちゃんのツイート楽しい、また動画から楽しみにして、ありがとう。優しい、いつもなんかさ、マッサってさすごい人がいい、マジマジで幸せになってほしいだ、どこ目線っつって、来てくれーって言っちゃうよ。恐れはぶいけない人、夜お眠、大悟くん違うか、大悟くんのこと。あー、でも確かに大悟くんさ全然しおり見ない人だからさ、わかんないかもね。仕方どうしよう。一生待ってるクリアするね。ありがとね。みんなもでもほんとこの2時14分な。なんてこと。え、しおりんが一番主義ですが。何か、え、いい主義だと思うよ。いい主義だね。合ってる。OK、大悟くん。大悟くんが今日なんか。1回目か2回目の配信で栗投げてるのは見てよ。栗みたいなのよ。栗投げてる。ええやんけ。あ、21日5、5、9勝ち取った実質バブルがスタートから突できる。お、やったねー。しかも21日ってなんだっけ、あの、定期なんだけど、曜日が、どういうか。あ、ありがとうございますってよ。光栄です。まあ15時も行きたいから遅い時間で、分かった、言っとくねっつって。何曜日だっけ、15、もうさマジで正直言って今月めちゃくちゃさ、あのあれが多いから、あのあれが多い、遠征が多いから、マジで全然スケジュール把握できてなくて、やばい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 。それ、大悟が栗か、なんか栗投げてた、あれ何ポイントなのかもわかんないけど、栗投げてた、投げてんなぁもしかして高かった、500とかだった、50だって言わないか、500とか1000とかかな。いや、マジでね、さ、ポイント連打ね、大事なので、ね、確認する人は 1.2倍になるんですよ、10連打したら。でもマジでね、そっちでも積もればみたいな感じ、マジ大事、マジマジだよ。だからみんな明日からもさ、リモさんの応援してよね。単体500だから、500は結構高いの、ポンって言ったでもさ、シリスがさ、配信してる時間にさ、起きてないからさ、話せなさそうでしょ。あ、それが明日早くしたらいいのか。いける。21日、連休明けの火曜日かな。連休明けの火曜日だったら21日東京にいるかな。マジ何日か分かってなさすぎてやばい。行ける配信は全部行くぜ、頼むぜ。
もうちょっとであろう、あと1分ぐらい。うん、うちライブあってよかったです。そうなんだよ、しかもなんか知らんけどすごい早い。17だけあの、そう、大抵早い。いつからだっけ、チキ発。明日、明後日。いや、そう、マジね、27日来てほしいな。27日は何かっていうと、私がバンザイジャパンに昇格してから4年ね、なんですよね。あ、今日？やばいやばいやばい。え、今日ってもう始まってます。あ、あ、やばい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 。やばいやばい。今日はじゃあ夜は配信終わったら、リマさんの明日的な今日の配信告知をリツイートして、月発始まりましたってアピールをする。いきます。早いかな。あ、もしかしてもうリプしてるかな。ちょっと見てないかもしれない。ツイートしまーす。マジ大事な日。あ、瞬時日、15日はツインテール。ごめん、今ね、ツインテールできないんだ。ツインテールと三つ編み。そういう髪型がちょっとは、どう頑張ってもちょっとできなくて、マジでごめん。正直に、マジでごめん。ショールームだったらできるよ。ショールーム配信の時にするね。でも言ってくれるのは嬉しいから、そうやって希望をショールームでさするわ。ちょっと実際には無理、正直だけ。あの、配信でするねん。そう、そうなんよ。ポニーテールもね、もうマジ今1ヶ月に1回ペースしかできないんだけど、本当にね、そういうの、2つ系、ツイン系のがちょっと一番厳しいのに、そこ、ごめんね。申し訳ない。お気持ちだけで大丈夫。多分言ってくれて嬉しいよ。しかも冗談ですって言ってるということは、そう、処理が無理っていうことは分かっておきながら言ってくる。かりゅうせした感じだ。イバッチ、こんばんは。シェルプルだよ。北海道ですとかじゃなくて、都内で少しホッとしました。あ、27、北海道。収穫4年、収穫4周年、北海道で。面白いな、めっちゃそれ。幻の、それちょっと、幻ってるから。めんどくさいお宅ですもん。え、全然言ってくれた方がいいっすよね、こういうこと。そしたら配信でさ、しようとか思うもん。全然めんどくさくないよーん。2年前そうだった。確かに。でも漏れしちゃった。ラビタがさ、あの、ガラスのやつくれたら嬉しかった。やば。おかしい。ほらほら。結果としてどんな、髪型でも、そりゃそうなんだよ。それは女神だけど、でももっと女神にさ、なりたいからさ。あと、誕生日だし。配信でやるからさ、もし痩せるって言ったら、やってってさ、言ってほしい。わらわら。わら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 。4月くらいのつったら見れなかった。そう、あれさ、あの時はでもね、ワンチャンできたんだけどね。忘れてた。キーがあるから、ポニーテールにしちゃおうとか。思って終わってから気づいた。てりちゃん、それ、そう、あれ幻だから、マジ幻。お疲れちゃん、ありがとうってことでね。明日もラジオ配信だけど、まあ、今日よりは絶対に早い時間。多分、日付が変わる前には、やってると思いますので、あのね、よろしくお願いします。ってことで、で明日からもです。あ、そう、この後ね、配信、ツイートするんですけどね、その、すごいね、大事な。7日の。ライブについてツイートするので見てくださいっていうことと、あと明日からのリマさんの配信の前を、そんなこと言ったらチョコ食べちゃったよ。いいんだよ、そういう時もあるから。食べたいと思ったら食べた方がいいよ。ある意味髪留めが取れちゃった修理が懐かしいね。よく覚えちゃう。いや、おいで。ゆっくり休みなさい。ゆっくり休んでね。ありがとう。ゆっくり休んでね。今日も配信や。楽しかった。ありがとう。マジで今日、こんな遅い時間だったけどね。教えてくれて嬉しいよ。あ、肘、注射打ったからを大事にしてね。てりんちゃん。おやすみー。しおりちゃん、配信ありがとうね。いろいろ嬉しい言葉でも、聞いて幸せって。やん。やん。いっさ、おやすみなさい。そりゃそう。しおりちゃんずっと見てるからね。ん？ロキだ、ヤッホーロキ、お疲
スキビスキビスキビー、バイバーイ、また明日ー。